こんにちは、無糖王国の岩井幸四郎です。前回、こちらの仕事の場の方の野菜を撮影した時から何日か経っていますので、また新しい状態をお見せできると思います。はい、ここはトウモロコシを植えてますね。何日か経ってますけど、もうだんだんこんな感じでナスも出来出していますね。はい、ジャンボ唐辛子、こんな感じでできてきてます。枝豆の方もこんな感じだし、結構大きいナスももうできてきてますね。そしてキャベツ、だいぶ虫に食べられてしまったので、その部分は葉を取ってまた再チャレンジですね。何より雨が、梅雨の時期なので雨が降ったので、どんどんキュウリですね、キュウリが大きいやつがもうどんどん出来出してます。また今日美味しいキュウリを食べれますね。だんだんもうこんな感じでキュウリできてきてます。花が咲いて、花の後に虫がこのように受粉をしてくれて、その後にキュウリができてきますね。キュウリは出来出すともうどんどんできてくるので、毎日楽しみです。こんな感じで、はい。そして今年はトマトも順調に育ってきています。こんな感じで虫に食われないようにしながら、だんだん大きいトマトもできてきていますね。真っ赤っかになったトマトを食べるのが楽しみですね。その隣ではプチトマト、こんな感じですね。プチトマトもまた美味しいですよね。こんな感じでどんどん成長しています。また新しいものを取りましたら動画で載せたいと思います。無糖王国岩井幸四郎でした。